こんにちはビートルズが英国でセンセーションを巻き起こしたストークのライブから60年の話です。「ラブ・ミード」と「プリーズ・プリーズ・ミー」はすでにチャートにランクインしていた60年前ストーク・オン・トレントはビートルズと恋に落ちました1963年彼らは1月からこの町とその周辺で5回のコンサートを行いその年の終わりには英国でセンセーションを巻き起こしたのです。 彼らはその年、ストークのタウンホールにあるキングスホールの集会室で初めて演奏しました。まだファーストアルバムも出ていなかったが、シングルラブミーズとプリーズプリーズミーがチャートでヒットし、引っ張りだこだった。1月26日のストークは、マックルズフィールドから移動してきたばかりの彼らの2回目のライブであった。この曲は、もともとティーンスターのヘレン・シャピロのために書かれたものであったが、楽屋で時間を見つけて書き始めた。この曲は、 2ヶ月もしないうちに自分たちのアルバムに収録されることになる。3月にはハンリーの拷問シアターでヘレン・シャピロのサポートアクトとして、4月にはキングスホールでマージー・ビート・アンサンブルコンサートの一部として再び登場した。しかし、センチネル氏が注目するようになったのは、真のビートルマニアが発生する寸前の4回目と5回目の訪問の時であった。5月、今度はロイ・オービソンを引き連れて、再び拷問とにやってきた。 この日は2回公演で、4000枚のチケットはすべてファンによって買い占められ、会場は過去最高の24時間混雑となった。ストーキーズの申請に対する献身的な姿勢は、ジョージ・ハリスンにも感銘を与えた。数十人のティーンエイジャーが楽屋の窓の下で彼らを呼んでいた、と、彼はショーの合間にセンチネル氏に語っています。その日、3人の少女が非常階段を使ってビートルズの楽屋に入ることに成功したほどだ。 ロイ・オービソンは当初このツアーのヘッドライナーを務める予定だったが次第に人気を集めていくバンドの陰に隠れてしまった冬から春にかけての共演の後、ファンにとっては次の地元でのライブを待つ飢餓の時期が続いた10月1500万人の観客を動員したロンドンパラディアムでのライブの2日前にそれはやってきましたストーク・オントレントでの最後のコンサートはトレント・サムガーデンの壮麗なボールルームで行われました 客引きが7シリング半のチケットを5ポンドという途方もない値段で外で待っているファンに売りつける中、少年たちは秘密の入り口にこっそりと入っていった。センチネル氏によると、ビートルズの楽屋には犬までいたそうだが、すぐに大混乱になった。30分の演奏中にクラッシュが始まり、多くの人が失神し、3人の少女が入院した。何十人もの人が赤十字のボランティアによって手当てを受け、予定されていたサイン会は中止となった。 当時のトレン・サムガーデンのエンターテインメントマネージャー、ジョンソン氏は23年間、昨夜のようなことは見たことがないと言った。もし十分なチケットがあれば、ストーク・シティのサッカー場を埋め尽くすことができただろうと付け加えた。この夜がビートルズがストーク・オントレントを訪れる最後となったため、彼は自分の理論を検証することはできなかった。以上、 ビートルズが英国でセンセーションを巻き起こしたストークのライブから60年の話でした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。これからも掲載を継続する励みとして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。